加賀京一郎シリーズ卒業、雪月下殺人ゲーム、卒業、雪月下殺人ゲームは、東野敬語の推理小説。加賀京一郎シリーズの第一作目であり、加賀京一郎がまだ刑事になる前、大学在学時に初めて殺人事件に対峙した時の様子が描かれている。講談社より1986年5月20日に単行本が刊行され、 1989年5月15日に文庫本が刊行された。2009年に新装版が刊行された際、タイトルは卒業に解題された。2013年11月18日付のオリコン本ランキング文庫部門で累積売り上げ100.1万部を記録し、歴代19作目、東の作品では6作目の文庫100万部突破となった。 国立 T 大学に通う女子大生の牧村翔子が入居しているアパートの自室で死体となって発見された。警察は自殺だと判断したが、いくつかの矛盾した供述が出てきたことから、自殺、他殺の両面を視野に入れた捜査を開始する。同じ大学生で仲の良かった加賀京一郎ら6人の仲間も様々な思いを錯綜させながら、翔子が残した日記をもとに、 死の謎を解こうとしていた。しかしかつての作動部の顧問で、恩師、南沢雅子の家に、事件の報告を兼ねて集まり、毎年恒例の、雪月下の式で茶を立てている最中、今度は、並行がなくなってしまう。以下6名と香川は、県立 R 高校時代からの友人関係を、継続しており、暇があればばー首を振るピエロに集まっている。ありがとうございます。